どうも皆様こんばんは。 Welcome to my game channel is Cobra が Fallout 76解説動画、ステレス用超火力先導のドラゴンの伝説級の武器を紹介していこうと思います。先導のドラゴンは無傷の相手に2倍ということは、ステルスアタックのパークを装備して 4.5 倍、初段ダメージが1165となります。こちらはライフルマンのパーク未装備時での火力となります。伝説級の武器先導のドラゴンは無傷の相手に2倍与えるということで、パーク装備はコバートオペレーティブレベル3プラスライフルマン各マスターやエキスパートを含めると超火力となります。こちらの先導のドラゴンはパークフル装備時に初段ダメージが超火力となります。皆様お疲れ様でした。